こんばんは。ギフトありがとうございます。すごいだるまがいっぱい、ありがとう。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます、ギフト。ありがとう。こんばんは。今日はシャメ会でした。ありがとうございました。楽しかった。こんばんは。こんばんは。そう、なんか家帰ってきてからさ、めっちゃ寝ちゃってめっちゃ寝ちゃって2時間ぐらい寝てた。最近寝れてなかったから、そうめっちゃ寝ちゃったんだけどさ、そう寝ちゃって全部が遅くなってった。夜ご飯も遅くなったし、だからショールームもこんなに遅くなってしまいました。こんばんは、ギフトありがとう。ありがとう。こんばんは。そう、全然ね、起きてからはそう自分がちょっとマイペースすぎてこういう感じになっちゃったんですけど、本当は10時半ぐらいからやる予定だったんだけど気づいたらこんな時間になってた。こんばんは。ありがとう、みんなギフトとか。こんばんは。シャメ会でした。今日は楽しかったです。すごいなんか思ったよりも初めましてですって方とか、なんか6年ぶりですとかそう、みんな私のなんか久しぶりの方とかは特にだけど、私のなんか見た目の成長ぶりに驚いていらっしゃって、こんばんは。びっくりしてたみんながこんばんは。そうだから本当に AKBその時ぶりに来ましたとか、そう着席の撮影会、そうなんかさ、テーブルがさ大きいしさ、いやなんかツイッターかなんかちょくちょくさ書いてあったんだけど、なんかほんと結婚式のテーブルみたいななんかご飯屋さん、なんか中華料理屋さんのテーブルみたいな、わかります？丸いテーブルだったのね。そう、絶対あんな大きくなくていいじゃん。いやあれしかなかったのかなと思って、いや別にいいんだけど全然ちっちゃくていいのにね。そう、すごいなんか無駄に大きくてそう、すごいすごかった。なんかだからめっちゃそう頑張ってこう予選に行ったんだけど、それでもなんかちょっと遠かったりとかして、ちょっと大きいなっていう印象そう、ほんとなんか中華料理屋さんの回転テーブルみたいな、なんかそんな感じになっちゃってて、そうほんとそんな感じだった。いやでも座りもいいですね、結構ね楽しかったただ机が大きいのと、せっかくやっぱ立ちじゃないから衣装が全体的に見えないとか、なんかそういうのがまあデメリットって感じ。
まあでも全然そう、あのファンの方が来るときはそう立ってありがとうって言って座って写真撮ってまた立ってありがとうっていう感じだったので、そう全然大丈夫だったんだけど、ただ写真には残らないっていうデメリットね。ギフトありがとうございます、ありがとう。幕張の写メ会はまだ残っておるので皆さんぜひお待ちしてます。もう今回のシングルはそこしかもう残っていないらしいので待ってます。二十歳になってすぐの私に会いに来てください。今日10代最後の写メ会だったので20代最初の私もお待ちしてます。こんばんは。びっくりだよ、もう20代だなんて。こんばんは。幕張メッセもあのテーブルなのかな。なんか普通に考えてさ、あのテーブルをまた幕張まで持っていくのめっちゃあれじゃない、大変じゃない。もしこの例えばこのなんていうの普通に大変じゃない。そのスカイエキスポのものとかだったらわかるけどさ、なんか例えば会社側のものとかだとなんかまた別になってくるよね、話がね。会場のものをお借りしてるんかな。どこの誰のものなの。いやなんかさ、あの普通に例えばズストが用意してますとかさだったらさ、そうあれだけど幕張でやるのかな。幕張はまた違うのかな。でもあれがさ何連分あるのって感じじゃない、だってめっちゃ大変じゃない。そっちの心配しちゃうんだけど。ギフトありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。誰の所有物なのあの机は。ほんとなんかなかなか座らないっていうか使わないぐらいの大きさだったよね。ほんとになんか結婚式そうほんとに結婚式のテーブルって感じ、イメージ的にね。そうほんとにでかすぎ。こんばんは。テーブル大きすぎるから全体的に引き手つって、そうなんですよ。なんかさ全部机を移そうとするから引きなんだよね。もうちょっと寄っててもいいよね。えなんか全部机移ってたよね確か。そうなんかすごかった。こんばんは。本当になんかさちっちゃくていいのにね机なんて。ギフトありがとうございます。ただ私のレーンのお姉さんが可愛かった写真撮ってくれるお姉さんが可愛かった。こんばんは。ギフトありがとうございます、ありがとう。
後ろの装飾映ってなかったいやなんかさね、どういうあれなんだろうね。さあしかもあの装飾めっちゃ落ちるんだよね。なんかテープでさ貼っつけてくれてるんだけどさ、そうなんかなんか何回か落ちるんだよな。お兄さんたちもイケてた。あ、受付の、いやなんか若い方多いよね全体的に。だけどバイトとかなのかな。派遣、派遣って何？そうなんか忙しそうだった。こんばんは。あ、大学生。じゃあ同世代かな。なんかでもにしては大人っぽいなと思ったけど。大変だねこんばんは。ずっと撮影会お疲れ様でした。ありがとう、楽しかった。ほんと座って写メ会はなんかほんと AKB さんのイベント以来だったから懐かしさを感じました三部は嬉しいよね。そう、今回三部制だったの、写メ会は嬉しい。あとすごいなんか昇格今日5周年なんですけど、そうめっちゃねおめでとうって言ってくれる方が多くて嬉しかった。ありがとうございます。あっという間 5周年、6年目ですねチームメイトとしては。早い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 。今日初めてゆずぽのレーンに行きました。近くで見ると一段と可愛かった。嬉しい、ありがとう、ありがとう。そうなんかすごい写メ会、なんか個人的に思うんだけどさ、写メ会ってさ、初めましてで写メ会って結構難易度高そうだなと思ったけど、意外と本当に多くて写メ会逆に来やすいんかね、あんま喋んないから。逆に逆にとかそれよくわかんないんだけど、そうすごい多かったよ。初めてですって方嬉しいね。また写メ会だけじゃなくてトーク会も来てくれたら嬉しいけど。ビジュがいいメンバーだと写真撮りたいじゃんそうでもね今日なんかビジュアルが好きで来ましたみたいな、いました、いました。嬉しい。嬉しい単純な理由だけど嬉しいですね。嬉しいです。本当にビジュ大事。今日のビジ良かったかしら、大丈夫かな、なんかリハ続きで疲れてなかったかな、か大丈夫。こんばんは。なんかでも写メ会のいいところは、なんか例えば写メ会来てくれた方がこんな感じで撮れましたみたいなツイートとかしていただけると、ああこのポーズこの人の時撮ったなとかわかるから名前が覚えやすいっていうのがいいところ。
だからちょっとなんかみんなと違うようなポーズとかをするとそういいねってなるっていうのを今日ツイート見てて思いました。エゴさしててまた覚えちゃったね。うん覚えちゃった今日で。また覚えちゃった覚えちゃった。明日も早い、明日も早い、同じ時間に起きる。起きれるかな。さっき寝ちゃったからね。しかも一回も起きなかったしな。大丈夫かな。まあ起きるんだけど。明日はセーラー服を着ます。セーラー服を着ます。こんばんは。そう、一回も起きなかった。起きたら8時半でした。起きたら8時半。完全にやらかしてる。ギフトありがとうございます。ありがとう。リハ続きだもんね。もう今月リハしかない。もうこの後も明日のトークが終わったらまたリハです。もう毎日リハ、毎日歌って踊って生活する。かゆい、目がかゆい。頭こんがらがりそう。そうね、15周年とリクアはどっちもあるからね。今日もうすぐ生誕ティー送る、ん？生誕ティーが来る、メールが来たってことかなこれ。そう、私もね、今日マネージャーさんからね生誕ティーが届いたので、時間があるときに取りに来てくださいって。こんばんは。ゆずぽの幕張トーク売り切れてて泣きました。しゃめ会もあるけど、しゃめ会も喋れるけど来ないの。20歳になってすぐのしゃめ会来ないの。まだ残ってるけど、3部はもうちょっとだった気がする。枚数が来ないの。来ないの。生誕って生きてるんだけど来ないの。そのさ、20代になってさ、すぐのさ、社務会に来ないなんてことあるんですか。そんな私がさ、13歳からここにいてさ、いいさ、いやなんか20代になってすぐ社名会があるっていうのに来ないの。
こんばんは。来ないの？せっかくなんか切りのいい数字の時に。怖っ。なんか詰めてるみたいで怖い。ギフトありがとう。ポーズを考えてないから困る。いや別にポーズは別にこっちが考えてきてなんて一言も言ってないですよ。ただ私は考えてた方がおしゃべりできるよって言ってるだけであって、私が別にこれやろうよって言えばそれやればいいじゃないですか。別にそんなさ、ポーズ考えてください絶対にみたいな言ってないし言ってないし、そんなの一言も言ってないし。そう、勝手になんか考えなきゃ考えなきゃみたいな、そう、そんなこと一言も言った覚えないんですけど、別にいいじゃん、なんでもポーズなんていいじゃん、写真撮れればね、それで OK なんだから。今日はこれがなんか多かった。最後の方、猫耳ラッシュが来ました。猫耳、今日初めて行きましたよ。あ、嬉しい、ありがとうございます。そう、初めての方がね多くて嬉しかった。またトーク会も待ってます、待ってます。お写真ってツイートした方がいいですか？うん、見たいもんだって、どんな感じか。座ると小腹に感じる。まあ座高が低いんでね、座高が低いのでちょっと背がちっちゃいのかなって思うんだけど、立ってみるとあらびっくりっていう、そういう感じになっておりますので足が長いからね。そう、座高が低めなのでご了承ください。そう、身長は高いんです。まあ高いというか、まあ普通なのか分かんないですけど、まあまあある方だと思うけどね。座高はないんで、座高はないので、ギフトありがとうございます。こんばんは、ありがとう。160代、そうです、160代です。身長は63かな、63ですね。そう、たまにまだ足が痛くなるのよ。そう、ギフトありがとうございます、ありがとう。今日何時までやるか、22分だもん。30分になったら終わります。
そう、あのね、しれっとインスタのアイコンを変えた。なんか急に変えたくなって、なんか急になんでこのアイコンにしたんだろうって気持ちになって、すごい顔が引きだったから、なんかもったい、なんか急に1年ぐらい、まあ約1年ぐらいあの写真なんだけど、そう、やっぱなんかアイコンって自分のさ顔にした方がいいじゃないですか。そうだから近めの方が良くないって急に思って最近のやつにした。本当は今日の写真にするか迷ったんですけどやめちゃいました。先週の特会のやつにした。こんばんは。小学5周年のお写真も可愛かった。あの写真ね、あの写真成田さん成田さんが撮ってくれた。なんか影穴した時の写真かな、多分影穴担当した時の2月ですね。あれは2月の私です。いや1月かな、2月ですね。2月だった。さっきこの間、そうこの間じゃない、今日日付ちゃんと見たんだった。2月です。2月の私、あれは。そう、影穴前に毎回撮ってくださるんですけど、成田さんが、成田さんっていうかその日のカメラマンさんが撮ってくださるんですけど、そう、成田さんはたまーに見かける、街中でたまーに見かけるんだよね。そう、すっごい派手な人がいると思ったら大体成田さんなんだよね。そう、褒めてるけどね、これは。そう、なんかね、一回なんか、そう、隣がマックじゃないですか。そう、だから一回なんかね、マックシェイクとアイスコーヒーかな、こうやって両手にこう持って現場入りとかしてました、劇場入り。すごい欲張りだなと思っためっちゃおもろくない？どっちが飲みたいんだろうみたいなね。多分迷ったのかな、どっちも飲みたかったんですかね。そう、なんかね、シェイクとジュース、なんかアイスコーヒーかなんか、どっちも持ってたよそう、劇場横で多分買ったんだろうね。そう、面白い、そういう方です。優しいのよ、成田さん。誕生日とかいつも連絡くださるんですよね。たまにインスタもね、いいねくださったりするそう、なんか可愛くて、なんかミッキーのスタンプとか送ってくれるんですよ可愛くない？そう、ミッキーのスタンプとか送ってくれるの、可愛い。素敵な写真撮ってくださる。いや、本当に成田さんは、でも大体劇場で撮ってくださる写真は成田さんですね。ソロ公演の時とかの写真もだし、生誕祭とか、まあ、大体成田さんですね。成田さん多め。こんばんは。
てかほんと前髪が長い、ちょっと長すぎじゃない前髪が。なんか寝たのにめっちゃ眠たくなってきた。こんばんは。寝足りないのではね。本当になんかここ最近寝てなさすぎてさ、寝ても寝ても眠いんだよね。今日もなんか無理やり起きた感がすごくてすごく嫌だった。一回寝尽くしたいな一日けど無理そう、そんな時間がなさそう、やだー。でも仕方がないですね。こんばんは。育ち盛りだねいっぱい寝ちゃう本当に。でも今日はなんか眠たかったけど、なんかどうしても映画が見たくて息に映画見てた。で帰りはすっごい時間をかけながらご飯を食べながら乗ってた車に。明日も早いの、明日も早いです、明日も早いです。明日も今日と同じ時間からだから11時からなので、何時起きかね、7時前起きくらいかな。7時には起きていたいけど間に合うかな、ちょっと起きれなさそうな予感がもうすごくしてるんですけど、ちょっと頑張って目覚ましいっぱいかけて、頑張ります、ちゃんと起きれるように。でもなんか全部メイク終わらそうって思っちゃうとなんか焦って逆にできないから、ここまではやろうって思うと、そうやっぱ気持ちの問題なのかね、ここまでやろうと思ったら意外となんかできちゃったりするから、そう全部終わらそうとせずに、そう結構ね、そうアイシャドウまではやるとかって決めてる、いつもマスカラとかは時間かかるからそこに時間取られちゃうとあれなので、そうアイシャドウまでは頑張るみたいな感じで決めてる。あとはもう向こう会場着いてからやる。そう車の中とかでやってもいいんだけど、そうどうせね揺れるから、そう塗れないんだよね、アイラインとか引けなくて。そうだからもう車の中は寝るとか携帯見るに専念します。でも今日めっちゃ会場寒くなかった？めっちゃ寒かったんだけど、私の格好が寒かったかな。でも来た時に寒すぎてさ、会場に来た時にびっくりした。そうめっちゃ寒くなかった？空調効きすぎて寒いって思ったんだけど、しかも今日日傘忘れたんだよね会場に。やらかしてる。なんか荷物足りないなと思ったらね、そう日傘を忘れていた。そう服装、明日も寒いかね分かんない。でも明日は私は今日分かんない、衣装がノースリーブだったから寒かったって感じたかもしれん。そう寒かった。こんばんは。うわ32分だ。じゃあちょっとそろそろ終わろうかな。ありがとうございました。ではまた明日会いましょう、ショールームで。ありがとうみんな、おやすみなさい。また明日、ありがとうございました。バイバイ、おやすみみんな、また明日ね、バイバイ。
ありがとう。おやすみ。ありがとうございました。バイバイ。またね。おやすみなさい。ありがとう。